ふるさとの魅力再発見、宮崎ふるさと中継です。今年最初の中継は日南市から。海産物に特化した商品を加工を販売している直売所から。藤崎アナウンサーがお伝えします。藤崎さん。はい、今日は日南の中心部、国道二百二十号線沿いにあります。川の海産物に来ています。地元ならではの海の幸を使った加工品、たっぷりとご紹介します。 創業50周年を迎えた川の海産物には海産物を扱うお店ならではのオリジナル商品が並びます地元で水揚げされた魚介類をオーナー自らが仕入れそれぞれの持ち味を生かした加工品を開発・販売しています中には日南でしか見られない珍しい商品もありお土産としても喜ばれていますさあ早速店内に入ってきましたいろんな商品があるんですが このあたりもすべてオリジナルの加工品ということで海の幸を生かした加工品がずらっと揃った店内になっていますさあこちらがオーナーの河野茂春さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします こちらのお店には大体何種類ぐらいの加工品があるんですかだいたい50種類ぐらいあるんじゃないかなと思います50種類、はい、うち半分ほどを隣の加工場で川野さんがお一人で作られているということなんですがすです、ね、そもそもどうして加工品を作ろうと思われたんですかお土産品を営業するということに対してやっぱりあの魚地元の魚を使ってですねお土産品に使いたいということで加工しておりますまあそんな。 もともと漁師をしていた河野さんだからこその加工品がいっぱいあるんですよね河野さんが最初に作られたというものがこちらです第40回水産庁長官賞を受賞しましたマグロステーキですこちらはどんな商品なんですかはい。 アブラトの方で水揚げされた毛肌マグロをですね、えー、お土産物のように使えるようにそのまま食べられるように加工してありますはい、はい、私もせっかくですので、はい、袋から出してそのままの形で今日はいただいてみたいと思います、はい、いただきますそのまま食べられるっていうのはいいですね手軽でうんマグロの香りと旨味がギュッと凝縮されてますねう香ばしい感じもあってありがとうございます美味しいですはい。 そしてそのお隣、こちらは何ですか、はい、かつお味噌ですかつお味噌、はい、どのように作られているんですか,かつお節とお味噌ですねご飯の上に乗っけて食べられるように作ってあります,いいいす、ね、はい、はい。今日は私も熱々のご飯の上にたっぷりと<ー>乗せていただきたいと思いますいうん、これはご飯に合いますね美味しいですね、うん スタジオの荒尾さん、きっとこれだけでご飯三倍ぐらい食べると思います。<laughs> 食べ過ぎないように、はい、注意してください。さあ、まだまだあります。こちら奥に進んでいきますと。天ぷら、やっぱ川野さん、日南といえば天ぷらですよね。そうですね。魚が豊富ですので。えー、お土産物屋として天ぷらを加工しております。作っております。帯店とは少し違うということなんですが。そうですね。調味料があの昆布と鰹節で、あの、だし汁を使って。うん 調整しておりますので、はい、違ったところはあります地元の学生におやつとして大人気だそうですよいただきますうわ、ふんわりしてますねえ豆腐が少し使ってありますのであっさりしてて美味しいですそしてこちら川の海産物ではこのように月に2回第1第3月曜日にいりこやちりめんのマス売りをしています このマス売り、今ではよく見ますが川野さんが実は宮崎では初めてされたということで次回は1月21日月曜日に川野さんが目の前でます売りしてくれますので皆さんもぜひお店に足をお運びください。皆さんのおお越ししをお待ちしています